大韓民国の警察官大韓民国の警察官警察と交代の訓練大韓民国の警察は大韓民国の行政安全部の管轄下にある警察庁及び地方警察庁等の警察組織である韓国の警察制度は中央州また日本の都道府県警察のように国家公務員の警察官と地方公務員の警察官が混在する制度とも 異なり、韓国警察は完全な国家警察となっている。最新統計によれば、国内の全警察官数は約9万6000人である。緊急通報用電話番号は112番。なお、チェジュ特別自治道については、2006年、自治警察制導入を謳った地方文献特別法に基づき、最初の自治体警察である。 チェジュ特別自治道自治警察団が設置されている。紋章は天秤を首にかけたミソゴが赤青の恩妙を中央に配したムクゲの花の上に止まった図。すべての制服警察官はこの気象を両襟につけている。他に、長部にポリスと書かれた太陽と三日月、または影を表す、不動神園の中に赤青の恩妙を中央に廃止無色の恩妙5つで、 囲むように並べたデザインの警察公務省というバッジがある。勤務中は制服であれば、これを左胸に着用。私服刑事は、革ケースに身分証とともに収め携帯している。大韓民国警察庁庁舎厳修警察署のパトカー人員輸送者行政安全部に所属する警察庁が、警察大学、警察教育院、中央警察学校、警察捜査研修院。 警察病院及び1特別市、6広域市、9道に設置された16地方警察庁を統括する。警察庁の内部組織は、生活安全局、捜査局、サイバー安全局、交通局、警備局、情報局、保安局、外事局の8局からなる。また、地方警察庁は、市、同知事の所属下に置かれ、所轄の警察署を管轄するが、市、 同知事には指揮官特権がなく、中央の警察庁が一括して、指揮官特することになっている。他に、来館外国人を守る観光警察がある。2019年2月現在の定員警察庁長の、李鉄聖地安装官軍産警察署長、ら、ゆー総警、戦闘警察隊設置法施行令による、戦闘警察準警の階級、チェジュ特別自治道設置び、 国際自由都市造成のための特別法による、チェジュ特別自治道自治警察団のみの、階級戦闘警察隊の隊員韓国の警察には、戦闘警察隊と呼ばれる組織が存在した。準軍事組織であり、北朝鮮から侵入した武装ゲリラの殺害、拘束を目的としていた。隊員は、厳密には、警察官ではない。徴兵によって集められ、韓国陸軍で、 軍事訓練を受けた後、出港という形で警察に勤務する。このものを作戦戦闘警察準警と呼ぶ。戦闘警察への入隊を徴兵と同等とみなし、希望者を募って試験を行い、合格すると兵役期間中戦闘警察で勤務する義務。戦闘警察準警もある。軍事訓練は陸軍に委託する。作戦戦闘警察準警は主に対。 官庁作戦任務、義務戦闘警察巡警は主に警備、交通外勤、発出所勤務、防犯巡査など、警察の補助任務を行っている。国会警備隊や政府庁舎警備隊にも、戦闘警察巡警が多く勤務している。軍事独裁政権時代には、白骨団と、俗称される私服のデモ弾圧部隊が組織され、民主化運動の弾圧に猛威を振るった。 名前は被っていたヘルメットが白かったことに由来している。弾圧方法は非常に過酷でデモ参加者を殺害してしまうという不祥事をたびたび起こした。盾には自制のため忍ぶの文字が書かれていた。ロブゲン政権下では過去に死者を出した経緯もあり、久殺小生装備であるにもかかわらず再涙弾等の使用が禁止または制限されてしまい、警防等を使用した。 近接検挙に頼らざるを得なくなり、デモ隊との間で、しばしば乱闘に発展し、双方に多くの負傷者を生じる結果となった。前述のように、警察大学など警察庁運営の専門教育機関があるが、いずれも小規模なものである。このほか、東国大学校をはじめとした4年生大学に、警察行政学科が設置され、警察専門教育を行っている。 大学院課程まである大学も存在する。ただし、一般の4年生大学の警察行政学科を卒業しても、警察公務員試験に合格しなければ、警察官にはなれない。なお、警察公務員の採用は、各地方警察庁ごとに行われ、採用者は、警察行政学科卒業者も含め、中央警察学校において6ヶ月間の基礎教育が課される。 警察庁の採用は大きく3つに分かれ、日本のノンキャリアにあたる準計採用、警察関連大学の卒業生を対象にした、日本の準キャリアにあたる経営者採用、また日本のキャリアにあたる幹部候補生の経営採用がある。幹部候補生で採用された場合は1年間の警察総合学校での研修を終え、警察大学出身者と同様、 経営ととして入庁するることになる韓国にも日本のキャリアに当たるものがあるが、韓国の弁護士資格を持つ者、及び国家公務員採用上級試験に合格し、2年以上の経歴を持つ者だけに資格が与えられ、短期研修を経て形成に任命される。韓国内にこのようなキャリアは84名だと言われていて、この中現在、弁護士出身は29人である。 ちなみに、警察大学は、幹部警察官要請のための4年制大学である。警察における士官学校的な位置づけであり、軍における陸軍士官学校、海軍士官学校、空軍士官学校に相当する。警察大学のカリキュラムは、大学警察行政学科に準じているが、警察学の講義、幹部警察官になるための訓練がある。入学者の成績は、 全大学受験生の上位1から3%ほど。かなりの難関である。卒業生は、卒業後直ちに経営の階級に認館する。警察採用試験合格者からは、政府機関の工作員になるものもあり、日本では、新潟日赤センター爆破未遂事件を引き起こしている。ありがとうございます。